よし、始まろう。誕生日おめでとう、誕生日おめでとう、誕生日おめでとう、あきらさん、誕生日おめでとう。誕生日おめでとうございます、あきらさん。あなたは本当に賢く思いやりのある人だ。Yeah. お誕生日おめでとうございます、あきらさん。ヘロトークで会ってもう1年間以上に経ちました。最初の時から今までいつも応援してくれて本当に感謝しています。言語交換会に、白いピカチュウを変えたり、歌を歌ったり、ルードをしたり、日本語のテストにチーティングを手伝ってくださったり、過ごした時間はとても楽しかった。これからも先生にとしてよろしくお願いいたします。アキラさん、お久しぶりです。Happy birthday! The amount of effort you put in helping other people get better is just inspirational. You're awesome. Keep being you. はい、こんばんは、アキラさん。ベンジだよ。今日はですね、特別な日ですね。だからお誕生日おめでとうございます。幸せな何回と誕生日であることを心から願っているので、まあなんかさ、アキラさんは何回と心にの優しい人だと思う。本当に寛大な人ですね。そしてまあ、なんかと気配り気遣いとかできる人だと思う。いつも他の人を案外と手伝っていることに気づいたんですけれど、じゃあ改めてお誕生日おめでとうございます。でフランス語ではジョイユーズアニバーサル。アキラさん、お誕生日おめでとうございます。お仕事大変だと思いますが、いつも中国語の部屋に来てくださったり、毎日のレシピ提案してくださったり、いろいろありがとうございました。これからの一年も素敵な一年になることを心から願っております。ハッピーバースデー。キラさん、お誕生日におめでとうございます。いつも優しい人ですね。アキラさんは私の一番日本人友達ですよ。それに私の勉強を手伝ってくれてありがとうございます。いつもありがとうございます。私の人生にアキラさんがいてくれて本当に感謝しています。日本に来たら一番最初に会いたいです。お祝いします。乾杯です。お誕生日おめでとうございます。アキラさん、素晴らしい一年になりますように。ハロトークで君に会うとは私はなんと運がいいんだろう。アキラさんと時間を過ごすのがめっちゃ楽しいです。元気でいつまでも長生きしてください。あなたの望みがみんな叶いますように。この誕生日は今まで一番最高な誕生日になりますように。これからもずっとよろしくお願いします。いつも感謝しています。